ツ代表、うっかりラトビア代表の選手を招集してしまう。ドイツ代表は誤ってラトビア代表の選手ダリオシッツを含めてしまったため公式サイトから招集リストを削除した。ドイツサッカー協会の公式サイトに公開されたリストには、なぜか知らない24人目の選手が追加されていた。その中にドイツ代表のフォワードとして20歳のシッツの名前が挙がっていた。ラトビア代表とシッツ自身もこれを笑い話として受け止め、ラトビアサッカー協会は X でドイツさん、関心をありがとう。でもダリオシッツのフライトはリガ行きですでに予約済みだよと投稿した。これは素晴らしい。ヘルモンドスポルトのダリオシッツが突然ドイツ代表の大スターたちの間に名を連ねた。しかも彼は全くドイツ人ではないのに。ダリオシッツの冒険は続く。まずアイルランドサッカー協会が公式試合プログラムで彼をうんこと呼び、そして今度は突然ドイツ代表の公式リストに載った。次は何が起こるんだ？ダリオシッツでいるだけで苦労が絶えません。ダリオシッツの代表デビューが楽しみだよ。彼はそれに値する選手だ。国籍変更のことはなんとかなるさ。これは史上最もランダムなミスだな。PFB の U19 選手が誤ってリストに載るならまだしも、パルマからオランダにブリーグにレンタル中のラトビア人が入るなんて。どうやってダリオシッツを見つけたのだろうか。それは私にとって最大の謎でもあります。ダリオシッツは CIA だ。机でクロードをハッキングした。